そういうね、隠れた欲望があったんですよ。骨まで愛してるんだと思います。素敵な人のボインが上手にできていた。それは神様のお考えの一つの表れです。私のところに来た時に声が出ないんですよ。コルポトの支配下にあった時に喋ってはいけなかった。カンボジアの人たちが一番たくさんいた時、これうちの子供たち。もう本当に過酷な労働をさせられた。全て殺されで一人だけ生き残ってたからね。なんとかしてこの子供たちが人間性を回復するためには学校を作るということでもって傷が癒されるんじゃないかと。穴の開いた学校がいっぱいあったんです。雨の日休みなんですよね。そうなれば勉強なんかできこないし遅れますし。教育がみんなの希望を生み出します。私は学校を作りました。学校で勉強するの楽しい？このカンボジアの内戦を含めて人間が人間を殺し合うそのバカさ加減ですね、これはもう本当に人間の罪深さです。ですからその人間はお互いに殺し合うということを超えなくちゃいけないわけですね。それが超えられなくて紛争があり戦争があり、そしてその戦争を正当化する政府があり憲法がありとかね。もう一つ私が訴えたかったのは戦争は絶対にいけないと思う。で戦争によって傷ついた人たちがね癒されない、いわゆるその戦争のトラウマは時間が経っても決して癒されない。本当にこうあれだけ見ていますとカンボジアの子どもたちを引き取って育てて、それから学校を作ったという、でその裏に隠されているそのポルポト政権による大虐殺の問題、まあトゥルスレンテ S21 という場面ありますけどね、その程度であって一人一人の人間の中に宿っているそのトラウマとかその戦争の愚かさとかそういうものがあまり出なかったんですけども、カンボジアの子供も引き受けてそして育てるなんていうのを考えたこともないし、ましてその次このカンボジアって学校作るんだけど考えたこともないし、私はねただ平凡なね名もなく貧しいね醜い神父だった。それがいつの間にかねはまり込んでいったんですね。だからこれはまあ人々は縁というんでしょうかね。